脱皮深夜一人居間でその家の娘が脱皮をしていた蛍光灯に照らされ娘の体は小刻みに震えていた白い背中がメリッと縦に裂け割れ目から新しい皮膚がのぞいている 娘の脱皮に気づいた父親は入り口の前で立ち尽くしてしまう。娘は裸のまま泣いているようであった。折れそうなほど背骨を曲げなければ古い皮を脱ぐことはできないのだ。親は娘の脱皮を手助けしてはならない。 それが暗黙の決まりになっていた新しい皮膚は血のように赤く生々しく見るからに痛々しい感じがするのだった娘の自慢の黒髪が汗で濡れ悩ましく揺れていたかすかにきしむ音を耳にして 慌てて娘が振り向く。誰？いつしか父親は柱にしがみつき、見にくいさなぎになっていた。